こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、久々にこちらビーズアップじゃなくてアッププラスビューティー定期便5月号開封していきたいと思います。イエーイ。未だにビーズアップって言っちゃうね。ハンドクリームの使用期限が切れてたものが入ってて、そこから一旦お休みするっていう形でしばらくね、数ヶ月間お休みしてたんですよ。今月からまた新たに始まったということなので、ちょっとね、気持ちをリフレッシュして開けていけるんじゃないかなと思います。中身はどうなってるのかしら。まずね、これが雑誌ですね。お待たせしましたっていうふうなことが書いてありますけれども、2019年トレンド夏新色スクープってことで、もう夏の新色が載っているということでございますね。びっくりだね。季節の流れは早いでございますね。ではでは、肝心の中身開けていきたいと思います。キラッババンブーブン、開かない、じゃじゃん、開かない、じゃじゃんじゃん。アイライナーが2つ入ってます。なぜにまず1つ目がこちらです。レディオスカルリキッドアイライナー漆黒ブラック、瞳に革命をっていうリキッドアイライナーが入ってました。定価1000円のものらしいんですけど、これは全員入っているみたいですね。24時間スーパーウォータープルーフ、アットコスメのリキッドライナー部門第2位。すごい人気のアイライナーみたいですね、これ。でちょっとね、みんなに入ってるかわかんないんですけど、私が入ってたのがもう一個こちらね、オードリーコレクションスターアイライナーブラック。なんかね、ブック型になってて可愛い、デザインがすごく可愛い。これはね、1800円するみたい。 0.1 ミリ極細ブラシ、密着処方、速乾タイプ、染料不使用、ウォータープルーフ、ぬるま湯でオフということで、ということで現品はこの2つかな。まあアイライナーはね、いっぱいあっても使えるからいいんじゃないかなと思います。あんまり私ブラックのねアイライナーは使わないんですけど、これなんか、これすごくないです。こんな本当にバブリーなのが来ました。私ね、こうやって見るとね、自分の顔がね、ここに一面にね全部映ってて気持ち悪い。ピアレスルクレツイアクリームとセラム、クリームと美容液のサンプルが2包ずつ入ってますね。なんか美容液の原品がこれで、ほら、エイジングスキンケアシリーズ、これ何ですかと。クリームの原品がこれみたい。すんごい形ですね。なんかもう見るからに高そう。楽しみ。すごいね、形がすごい。でね、お次がね、この袋の中にね、いっぱいサンプルとこの ボトルがね入ってるものがあるんですけど、スキンマニアセラミドっていうシリーズの、これがね、ローション、化粧水浸透ローションのミニサイズ 15ml と、保湿ミルクのサンプルが3つ、保湿クリームのサンプルが3つ、あとはパウダーファンデーションのベージュオークルっていうカラーが3つ入ってました。割とお手頃価格なスキンケアとかメイクのシリーズのスキンマニアっていうシリーズが入ってました。もう一つがこちらですね、ワココっていうスキンケアのシリーズ、クレンジング洗顔が1回でこうできるっていう、クレンジングウォッシュとローションとミルクのサンプルが1本ずつ入ってましたね。なんかこういう天然成分とかから作られたスキンケアのシリーズみたい。こうやっていろんなものをね、試せるのが私は楽しい。サイノクミモイスチャートーンアップフェイシャルマスクっていうものなんですけど、これはなんかここに書いてあるんだけど、中国の最大手の漢方薬メーカー、読めない、なんちゃらかんちゃらかんちゃらの和漢植物の働きでトーンアップが期待できる1枚840円もする高級シートマスクらしいです。通りでね、すごい重いですね、なんか1枚にしては。松茸エキス、サンチシニンジンネエキス、高気性コークエキス、パールっていうのが入ってるみたい。今回はね、サンプルが、4種類、シリーズで試せるようなスキンケアのサンプルとかが入ってたから、サンプルの中でもすごいいいタイプだと思うんですけど、あとアイライナーが2つ入ってました。ということで、今月のアッププラスのビューティー定期便は以上になります。本当はね、12日にね毎月届くんですけど、ちょっと今月私実家の方に帰ってたりとかして、ちょっと撮るのが遅くなってしまってすみませんでした。楽しみにしてくださってた方もいたんですが、大変お待たせしました。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。